福岡銀行は福岡市内のホテルで対面で内定式を開きました。去年から IT 分野など専門職の採用にも力を入れ、来年春入社の内定者は239人と、今年の入社より46人多くなっています。ぜひ皆さんの若い力を存分に発揮し、福岡銀行に新しい風を吹き込んでくれることを期待しています。内定者は慣れないスーツを着て緊張した面持ちで内定通知書を受け取っていました。最初は緊張したんですけれども、徐々に自分が銀行員になっていくっていう実感が湧いてきて、今とてもワクワクしております。あなたを信頼してるから福岡銀行を選んだんだよって言われるような、地域の方々や知っている人に信頼されるような銀行員になりたいと思っています。コロナで見送っていた内定式を再開する動きもありました。九州電力では6年ぶりに内定式を開き、学生がオンラインで参加しました。新規事業の拡大などのため、今年は去年より80人多い328人の入社を内定しています。コロナの感染が落ち着いてもオンラインで開く理由を聞くと、学生は学業優先でございますし、課外活動等も、あるのかなというふうに思ってます。移動による負担をできるだけ少ない方にした方がいいかなと。移動を減らすことで二酸化炭素の排出を抑える狙いもあります。JR 九州でも内定式が開かれました。来年春の採用内定者は114人で、今年のおよそ2倍に上ります。次は私たちが自ら挑戦する、住民の暮らしを良くしたり、観光客の人にもっと魅力を発信できるような仕事をしたいなと思います。 JR 九州ではこの日、新入社員の集まりがもう一つ。お客様の安全安心な生活と魅力的な鉄道を支えていくことを目標とします。初めて開かれた中途採用者の入社式です。駅係員など専門的な知識を持つ社員が高齢になり、中途採用として過去最多となる20代から40代の42人が入社します。来年春に入る新卒社員の4割に達します。以前はその東京の方で鉄道事業に携わっていました。D&S については他の鉄道会社ではないすごいその魅力的な列車なので、ぜひその D&S の運転士の方に挑戦していきたいと思っております。ここまでたくさんいるとははっきり言って思いませんでした。また42名も同期入社がいますので、これからこうコミュニケーションを取りながら助け合いながらやっていけたらなと思います。さらに先週の記者会見では、みんながハッピーになるということで、ハッピーターンという名前をですね、付けさせていただきました。あのお菓子ではありません。自己実現などを理由に JR 九州を一度は退社した人を再び受け入れるための窓口を設けます。やっぱり JR 九州でもう一回働きたいという人がいれば、もうウェルカムですと。会社の理解度も非常に高まってますし、thank you.